割安、東レ、無双状態。今回は株式投資にものすごく詳しいマリエ先生に代わりに解説していただきたいと思います。ではマリエ先生、よろしくお願いします。今回のテーマです。東レってどんな企業なのか。東レ無双状態の理由は、東レの株価は今後どうなるということで、まずは東レってどんな企業なのかというところから見ていきたいと思います。東レの株価推移はこんな感じになっています。1991年から2020年という推移を見ています。1926年に東洋霊園株式会社という名前で創業しています。1949年に上場し、現在の社名に変わったのが1970年でした。自動車部材用の炭素繊維強化プラスチック、それからそれらをノートパソコン用に使用したもの、DNA チップの製造販売などで、その後リーマンショックを経て、飛行機に使用されるトレカプリプレグというものが好調です。それでは東レってどんな企業なのかということを見ていきます。医療や産業用途の繊維製品メーカーということなんですけれども、東レは一体じゃあ事業として何をやっているのかというところで、大きく分けて5つのセグメントに分類されます。繊維産業、それから機能化製品事業、炭素繊維事業、環境エンジニアリング事業、ライフサイエンス事業ということで、売上高2020年が2兆2000億円。そのうち約7割を繊維事業と機能化製品事業で占めています。日本を含む26カ国の国と地域でも活動を展開している、まさにグローバル企業と言えると思います。さらに事業を詳しく見てみると、三大合成繊維と呼ばれるナイロン、ポリエステル、アクリルをベースに様々な形態で展開している繊維事業、それから樹脂、樹脂成形品、フィルム、電子情報材料等の機能化製品事業、それから飛行機の部材などにもなる炭素繊維事業、環境エンジニアリング事業とライフサイエンスその他の事業ということで、意外かもしれないんですけれども、医薬品とか医療機器などの製造販売もやっております。東レの思いとはということで、企業理念が、私たちは新しい価値の創造を通じて社会に貢献しますということで、東レの強みを見ていきたいと思います。東レといえばもう炭素繊維世界ナンバーワンということなんですけれども、じゃあその炭素繊維って何なのかということで、炭素という素材がもともとどの金属よりも軽いダイヤモンドのように硬く強靭であると。で、その炭素の特徴を生かした素材で鉄の4分の1の軽さ、10倍の強さを持つ、まさに軽くて強くて硬いというものが炭素繊維ということになります。イメージとしては髪の毛の10分の1の細さでダイヤモンドのように硬い糸ということですね。今では飛行機などの部材として不可欠な素材となっています。それではその世界ナンバーワンの炭素繊維の歴史見ていきたいと思います。炭素繊維の始まりは、なんとエジソンが電球を発明する際のフィラメントの素材として木綿や竹を焼いたものを使用したのが始まりと言われています。1950年に炭素繊維が再び注目を浴びました。ロケット噴射口の材料としてアメリカを中心に炭素繊維研究が活発になります。その後、アメリカの化学メーカーがレーヨンを原料に作ったのが最初だと言われています。1961年に大阪工業技術研究所の新藤教授が、炭素繊維はアクリル繊維を原料にしたものが最適であるということを発見します。夢の先端材料として期待と注目を浴びました。この炭素繊維を使った炭素繊維強化プラスチックが、航空機の軽量化、航続距離の延長、
旅客の大量輸送を可能にすることが分かりました。炭素繊維強化プラスチックとは、炭素繊維は糸のまま使うのではなくて、プラスチックに混ぜて利用することで、それを補強する素材として使用されるものということですね。東レは進藤先生の理論をもとに炭素繊維の開発に乗り出します。はじめはたった2人だけの技術者でした。1971年に炭素繊維トレカの製造販売を開始します。このトレカは社名の東レと炭素のカーボンを融合したものでトレカという名前で製造販売を開始しました。トレカの飛行機が飛ぶと思いきや、そう簡単ではありませんでした。飛行機への適用には信頼性を確保して認定までなんと20年の期間が必要だったからです。必死に使い道を探した結果、スポーツ分野で人気が広がっていきます。せっかく製造開発したものなので、なんとかそれの使い道がないかということで、重量が半分になった釣り竿、有名ゴルファーが使用して優勝したゴルフクラブなどに使われるようになりました。1982年、民間飛行機の一部に使用されて、飛行機の補助翼、車輪カバーなどに使われます。そして転機となる1995年、ボーイング社の B777 に採用されます。垂直尾翼と水平尾翼の一次構造に採用されることになりました。2008年、ボーイング社の B787 に採用されます。アメリカのボーイング社、それからヨーロッパのエアバス社といえば、もう世界でも知らない人のいない飛行機製造の会社なんですけれども、B787 機の半分はなんと東レの炭素繊維ということで、開発から50年近くかかって技術者の夢が実現したということになります。他にも炭素繊維トレカの活躍を見たいと思います。例えばスポーツの分野でいくと、ゴルフシャフト、それから釣り竿、あとはテニスのラケット、それから先ほども出てきた航空機、飛行機、それから宇宙でも使われています。あと我々の身近なものとして、自動車だったり自転車だったり船舶だったり、あとは土木建築、高圧容器、風力発電など、環境エネルギー関連でも使われています。一番身近なもので言えば、まあモバイル機器ということで、パソコンだったりとか、あとはスマホだったりとか、夢の先端材料で世界のトップを走り続けている東レです。それでは東レ設立後何があったかを見ていきたいと思います。1926年、東洋レイヨン株式会社という名前で創業しています。レイヨン紙を輸入販売していた旧三井物産の出資で始まった会社です。1951年にアメリカのデュポンという会社とナイロンに関する技術提携を結びます。デュポンも化学メーカーだったので、ここで技術の提携をします。ここではノウハウは出さず、実試験のみ譲渡という内容でした。1957年、ポリエステルも技術を導入します。で、事業多角化っていうのはもう東レの特徴的なものなんですけれども、レーヨンからナイロンに行って、ナイロンからポリエステル、そしてプラスチックというように、時代の流れとともに事業を多角化してきたという特徴があります。1990年からバブル崩壊までということで、丸がついているところが大体バブル崩壊の頃ですね。その後に出てきたのが自動車部材用の CFRP。これ炭素繊維強化プラスチックというやつですね。あの炭素繊維をプラスチックに混ぜたやつですね。で、その後、IT バブルと呼ばれる時期に入ってくる頃で、超軽量のノートパソコン用の炭素繊維強化プラスチック。それから、その後、遺伝子のごくわずかな量や質の違いを見つける DNA チップの開発。で、あとは薄型ディスプレイ向けなどのフィルムやフィルム加工品。
その後、大きく株価が下落したリーマンショックを経て、ボーイング社の尾翼、それから機体などの航空用途、それからスポーツ用途に使われるトレカプリプレグが絶好調ということですね。じゃあそのトーレが無双状態の理由はということで、まず理由の一つとして、炭素繊維世界シェア4割の実績ということですね。もうトーレイコール炭素繊維と、逆に炭素繊維イコールトーレと言われるくらい、トップのシェアを誇っている世界ナンバーワンの企業なので、今後はそれが自動車関連に使われるということで注力していますということで、世界的な燃費環境規制などを背景に、各国の自動車メーカーは車体の軽量化が進んでいます。究極のエコカーと期待される燃料電池自動車、それから電気自動車に使用されるということですね。日経新聞のニュースでも、燃料電池車向け炭素繊維を5割増産というすごくプラスのニュースも出ているので、燃料電池車へ注力していくようなニュースですね。あと2つ目の理由として、安定傾向の売上ということで、売上高が年によって大幅に大きくなったり、逆に大きく下がったりっていうことがないんですね。なので企業としては売上高がすごく安定しているということが言えると思います。好調な時でも安住せず、事業多角化成長拡大してきた企業性、あとは今後も世界シェアナンバーワンである炭素繊維を期待される成長分野へと広げることで、新しいライフスタイルを確立することが見込めるということですね。この2つの理由から、トーレはまさに無双状態と言えると思います。最後です。トーレの株価は今後どうなる。コロナ前の株価を見ていきたいと思います。コロナ前が705円と、それがコロナショックで472円まで落ち込みました。現時点での株価は479円です。それが今後どうなるかというところなんですけれども、予想のポイントとしては、2020年度を除くと基本的には増収傾向です。決して衰退しているわけではありません。年間1300億円以上の営業利益を出している超優良企業としては、現在の株価は妥当か、それとも投資家による過小評価かというところで、1年後の株価はズバリ741円を予想したいと思います。以上です。ありがとうございます。幸運を。